堀川家は、うリン家の価格を有する公家。藤原北家高倉流。江戸時代の家録は180国。明治維新後、家族霊志向により死者なお、村上源氏の源の道友から始まる堀川家との関係はない。高倉久市家の子で、水瀬金成の養子となっていた親具は、養父に実子、実施、姿勢が生まれた後に疎んじられ。 文禄四年に家を追われたため、出家して東国に下り、徳川家康のもとに身を寄せた。そして、家康の計らいで、親具に堀川の屋号が与えられて、神家創設が許された。しかし、親具は出家していたため、家を長男の甲種に継がせて、堀川家を起こさせた。なお、後に、次男の信鷹も、樋口家を創設している。甲種は、 徳川家康から返記を与えられて、幕府実婚衆となり、後には、県中名言に上った。以後は賛議を極寒とする。皇親の子である親が、安高親子、親がの実定で、岩倉家を継いでいたともみは、帝神心88強烈三次元に参加している。また、皇親の娘、堀川範子は、皇明天皇の寵愛を受けて、王女を設けたために、 安高も天皇の自重に抜擢された。明治天皇の下で岩倉と美は右大臣を務め、堀川安高も引き続き自重を務めるなど、宮中において重きをなした。明治以前の墓所は新旅堂で、安高以降の墓所は青山霊園にあるが、現在無縁状態となってしまっている。国立歴史民族博物館の 急校給料取り調べ帳データベースより算出した幕末期の掘りかけ量は以下の通り。ありがとうございます。